わざわざすまないな。何をおっしゃいますか。お加減の方はよろしいので。ああ、問題ない。監獄暮らしで衰えていた体力もだいぶ戻ってきた。ひぎり殿らの看病のおかげでな。それで何か動きがあったのですか。うん、七尾様の居所につながる情報がいくつか入ってきた。リララからの報告によると、最近大量の錬金薬が王宮に運び込まれたそうだ。早速パパシャン殿と協力し調べてみたのだが、王宮に持ち込まれた錬金薬の出所はフロンデール薬学院だった。同薬学院の前院長が発明した秘薬だそうでな。長き昏睡状態にある患者の肉体を保つ効用があるらしい。長い昏睡状態。ではやはり七尾様は。そうだ、王宮のどこかで眠られておられるということになる。デュララの話が誠であるという証拠と言えよう。我らは七尾陛下を目覚めさせる手立てを得るため、いかにして昏睡状態となったのかを知る人物、暗殺の実行役となったであろう事情を追っていた。犯行に用いられた昏睡薬が何なのか、そのものに直接問いただせばよいだろう。居場所を突き止めたからこそそなたらを呼んだのだからな。これより九段の侍女のもとへ赴き、身柄を確保する。ただし彼女がいるのはシルバーバザーだ。寂れた小村といえど人目につくのは間違いない。我らが動いたと知れば凶悪派の連中も黙ってはいないだろう。我が輩もこのありさまだ。最悪の事態を想定し、手だれである貴様に協力を頼みたい。七尾様のため力を貸してくれまいか。恩に着るぞ冒険者。よし行くぞ、ウルダハを、七尾様を取り戻すのだ。元七尾女王陛下付きの侍女、メリエルさんですね。知りません、そんな人。失礼します。
バーン様。話してもらおうか、ことの真相を。その問いにはわしが答えよう。カルテノオの地下深くに眠る脅威オメガを手中に戦としたテレジア・デレジはフロンティア計画なる小細工を仕掛けた。だが陛下が王政を廃するつもりと知った奴は計画を変更。陛下を傀儡として操るよりも暗殺することでことを一気に推し進めようとしたのだ。どうやら孫長王家の血を引く小娘を用意し女王のすげ替えを企てておったようだな。テレジア・デレジはもはや抑制が効かなくなっておった。ゆえにわしはこの陛下暗殺計画を利用し奴自身を排除することにしたのだ。ではナナモ様は。わしが陛下を支持する道理はない。聖章とは祭りごとあってのもの。だからその女を使い毒薬を昏睡薬にすり替えさせたのだ。この件はラウバーン、貴様の友人であるイルベルドも知ってのこと。あえて暗殺がなったと告げることで貴様を激高させテレジア・デレジを始末させる。まさかこれほどうまくいくとは思わなかったぞ。貴様ら、やはりクリスタルブレイブ創設以前から通じていたのか。そういうことだ。イルベルドはクリスタルブレイブを利用するためわしが盤上に置いた駒だった。そもそもあの組織の設立資金がそうだ。あれだけの金額の大金が動いたのだぞ。わしの金を流し込むなど造作もないことよ。イルベルド、あれはアラミゴ奪還に燃える執念の男。わしが実権を取った後奪還を支援すると訳して手を握った。奴は言っておったよ。ナナモ陛下にこびるラウバーンはまるで女王の忠犬だとな。祖国を捨てた裏切り者とも言っておったか。しかしその執念も異様なまでに膨れ上がっていった。わしは貴様を殺そうとはせなんだが奴は違ったのだ。もはや奴はわしの手駒とは呼べん。貴様も陛下も生きておる。死体が一つに逃亡者が一人。
汚名を注ぐ準備もできた。ラウバーンよ、この辺りで手打ちにしようではないか。これほどの陰謀を巡らしておきながら手打ちだと。控えなさい、ラウバーン殿。あなたが正式な裁きを経ずテレジアデレジを殺めたこともまた事実。女王陛下への忠誠心ゆえとはいえ、あなたに非がないとは言わせませんわよ。ロロリト殿。ナナモ陛下を目覚めさせるための飛躍、これが和解の証だ。陛下を私室に移しておいた。偽りだと思うならわしを人質に王宮まで来ればよい。歪んでいるとはいえ、貴様の陛下への忠誠、信じてよいのだな、ロロリト。ラウバーン殿は本日をもって不滅隊局長へ復帰。ウルダハの民は再びナナモ女王陛下のもとに集い、新たな歴史を歩みますわ。